RJ レイノルズ時代のキャメルフィルターボックス JT が買収して以降のキャメルフィルターボックスキャメルはタバコ銘柄の一つ。日本では日本タバコ産業から製造・販売されている。商品名キャメルとは英語でラクダのことでパッケージに描かれているのはオールド城という名前の一コブラクダである。このパッケージの図案は 同じ名を持つイギリスのプログレッシブロックバンド、キャメルのアルバム、ミラージュのジャケットにも使われている。もともとは、米国 RJ レイノルズタバコカンパニーが1913年に、米国で発売し、現在では、世界第5位の販売数量を持つ、グローバルブランドである。1921年には、アイドウォーク、A マイル4、A キャメルという有名なキャッチフレーズが生まれた。 世界初のアメリカンブレンドを採用したタバコで、現在の生産は JT が行っている。カイチチームのスポンサーの他にも、オフロードカーで悪路を走破する、キャメルトロフィーの冠スポンサーにもなっていた。日本では、RJR 時代は、トルコ用の癖が日本人にはあまり馴染まなかったとされたことを受け、JT 以降を機に癖を抑えたブレンドに変更された。ところが、 個性が薄れたために RJR 時代以上に人気が低迷。メンソールの発売により一旦は回復したものの人気銘柄と言える状態ではなかった。2011年5月には JT が東日本大震災の影響でそれまで販売していた一部商品の販売を終了。キャメルシリーズも終了したが販売再開の要望が多かったため2013年1月から 国内市場におけるキャメル販売の資金石としてドイツから輸入する形で欧州を中心に世界20カ国以上で販売されているキャメルブラックボックスとキャメルホワイトボックスを全国約3000店の販売店にて販売を開始することになった。その後、東京都と神奈川県のみ通常販売に移行されたためコンビニ等でも通常販売が行われている。 その後2018年6月には7年ぶりに国内生産商品としてキャメルライトボックスとキャメルメンソールライトボックスを20本入り380円で発売を開始した2019年7月にはトルコからの輸入の形でキャメルボックスの販売を再開同年12月には巻紙にタバコ葉を加工したシートタバコを使用することにより葉巻タバコの扱いとして 価格を抑えたキャメルシガーを発売した。RJR 製はトルコ用由来の癖や味わいが特徴で、ターキッシュアメリカンブレンドと記載されていたが、2002年にジャティが米国以外での販売権を取得し、RJR 生産からジャティ生産に変更された時に記載がなくなり、日本人向けに味が大きく変更され、 それまでのキャメルとは全く異なる味になってしまったと、旧キャメル喫煙者からは以前の味を望む声もあった。署名運動などにも発展したが、旧キャメルは復活されないままに終わった。ヨーロッパではナチュラルフレーバーとして無添加のキャメルを販売しており、こちらの方が旧キャメルの味に近いと言われている。また、ブラックとホワイトはアメリカンブレンドならではの吸い個体でありながら、癖がなく、 すっきりとしたバランスの良いスムースな味わいが特徴となっている。海外ではスペシャルパッケージが多く発売されており、コレクターを中心に人気が高いと、メンソールミニの発売時に色違いのパッケージを発売したのみだった。ポーランドで2009年に発売されたパッケージは足跡でラクダを描いており、これ以外にも様々なものでラクダを描いたパッケージが発売されている。 D スペック系統以外の全国発売製品は2005年5月までは M、C タバコインターナショナルが販売し、その後は JT が販売していた。ありがとうございます。